ロロロロロロロイトさん。いやあ、せつなきづきだよ。今回はライト3をやっていきたいと思います。絶対ニュースリートは言わないせつなきづきです。この3人が来てくれました。というわけでこの3つの4つか4つの部屋だったよ。読めたらてか鏡だ。鏡やけん関係ないが、これは鏡だよ3つの部屋、3つの部屋の中にギミックがあるんで、それぞれがそれぞれの特技を使って攻略していくというパターンらしい。影不死身か、壁を吸い抜けるんがこいつだ。え、影関係ってどれだまあいや、全部見ていこうか。刃恐れず先を見通し。え、いまいちようわからん。先を見を通す。一緒に行こう。お、私が行きます。任せてください。プンプン。全然プンプンじゃないけどな、今プンプンって言うような。メインがアイリスになってる。エフィーナがついていってる。エフィーナについてか、アイリスレベル高いな。レベル20もある。アイリスレベル20もある、格差を感じる。ここかな。ここ真っ暗でドヨドヨしてる。はい、私なら大丈夫ですよ。あ、やと思った。この暗い中をこいつに解析してもらって、どこに道があるかみたいな感じでやってもらえるかなと思ったよね。見た感じ分析で進める程度の薄い泥ですからね。じゃあ分析して。一度アイスさんに分析してもらおう。その通りじゃん。何も見えない。大丈夫です、任せてください。プンプン。グイオーオイオーイエーイ。危ない宗教にかかってんじゃないか、お前は。はい、これで私と手をつなぎます。あ、すごい綺麗に見えてるやん。わあ、見える。私と手をつないでいる間、視界などを共有できますから。さあ行きましょう。プンプン。よし、行くぞ。わあそんなに驚くことじゃないやけどな。そんなに驚く必要はなかったやから、別に別に見慣れとけんな。パートで、あいや、そんなに驚く必要なかったはずなんやけどね。驚く必要ないよ。これ見てくださいよ。別に怖いもんじゃない。見られとるしね。あーもういいよ、このネタいいわ。このネタもういいわ。だから視聴者さん的に耳が悪になるだけやけんな。もういいよ、このネタは。なんなんこれ。え、また、これって、パスワード系のやつ？あった！やりましたね。これは食べれそうなものです、やつですか？うん、食べる。嘘なんやな、パク。あっさりやな。何の戦闘もなく、抵抗もせんかったぞ、こいつ。この嘘。よし、任務完了ですね。ブンブン。うん。そうだ、アイリスさんも子供の時、携帯に保護されたの？え、そうですよ。じゃあ、人間は嫌い？いいえ、私の生みの親、おじいさんだったのですけど。一緒に探検をしたり、知らない植物を調べたりして、すごく素敵な人でした。研究家さんみたいな感じだったんかな。あれ、いい人と言ったら保護されないんじゃないの？悪い人に殺されちゃいました。ああ、悪い人に殺されて、その悪い人に連れて行かれそうになったけん保護された。私はさらって、どこかへ売るつもりだったみたいです。うん、嫌なことを思い出せちゃった。てへ。てへで終わらせたらあかんところやけど、てへって言っちゃったね。いいえ、大丈夫です。ニール様やブレッド様が助けてくださいましたし、今はそのお手伝いができていますから。隊長さんたち、やっぱりすごいんだ。そうですよ。他のドラゴンの子たちもみんな憧れてます。あ、でもブレッド様はちょっと違いますかね。なんで？ブレッド様はですね、子供たちからはちょっとしたホラーとして恐れられています。ダメやないかい。ホラー、怖いの？ブレッドさん、子供が嫌い？いえ、好きだと思います。とっても優しいですし。でも、いきなり行くから現れたり、壁から出てきたりするので、もう、常時お化け屋敷みたいな感覚なんやな。びっくりして子供が泣いちゃうんです。私も小さい時は17回ほどびっくりして泣いちゃいました。お前、その17回っていう回数を覚えとるのがすごいな、お前。なんで17回ってきっちり覚えとんだな。へえ、なるほど、そうだったんだ。でも、お二人ともみんなの赤声で目標なのです。私も頑張らなくては。
うん、私も頑張る。なんか二人の声ののなんか分け方ってんがない、うまくいかんけんな。似たような声でやりよるけん、いまいちどう分ければいいか。あ、戻ってこれるんじゃ。すっげえ便利な親切設計や。嘘のくせに親切設計してくれてる。行くぞお前。今はアイスといるな。あ、変わるよ。了解です。ベッド様お願いします。交代。こいつがまあすり抜けてくるやつなんだろ。すり抜ける系ね。すり抜ける系。どっちこれ。こっちか。地面すり抜けて別の部屋の地面から出てくるみたいな感じ、これぽいね。そんな気がするね。ブレッドさん、ここは向こうへ行ったり戻ったりしたりできる？そうだな。ここには泥があまりないみたいだから僕の能力で移動ができるよ。やっぱりや。いい感じ。ここでようやくポケモンの謎めがおるような感じができるんやな。そっか。ブレッドさんにお願いして移動しながら鍵を探そう。オッケー。鍵が。お、まだやっぱ夏目や。夏目システムが始まってるわ。夏目システムが、ポケモンの夏目システム。あー、これ、あー、もういいや。こっちか。あ、戻された。あ、いちいち覚えなあかんパターンのやつや。俺こういう系苦手なんですけどね、と。あ、戻ってきた、戻ってきた。こっちだ。でもって上行った剣ダメだったんだ今の。こっちか。ハズレっぽいな。へい、よし、いいぞ。あーよいしょ。あ、こっち、こっち。あー、やばい、覚えられねえ。俺覚えらんねえ。どこに行ったか。俺左下行っただな。あー、ちゃうわ、左下じゃないわ。左、あー、左、いや右上じゃなくて左下行ったんだった。なんでも、あー、もうようわからんようになってきた。俺何が言ってるのかよくわかんないよ。こっちか。あれ、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 もう俺何言ってんだろう。こっちかな。あ、来た。なんか何言ってるかわからないうちに、何、なんかよくわからんうちに来ちゃった。もう俺何言うんかわからんようになってきた。あった。これをどうすんだ。これは形になっているから食べる。改めて見たけど君の能力は面白いね。金取れるかな。これ道端でやったり金取れるかな。そう、私はブレッドさんの能力の方が面白いと思うよ。笑われてるやん。そうかな。まあ戦闘にも応用できるような能力でよかったとは思うよ。戦闘、戦い。うん、僕と隊長の部隊は犯罪者との戦闘がメインだからね。隊長さんはどうやって戦うの。踊り、死に役。お前、エフィーナ、戦いを何だと思ってんの。踊りとか死に役とか、お前、やられ役みたいな感じの固定概念持たせとんか。隊長は大剣を使うんだ。体が大きいから分かりにくいけど、すごく大きな剣だったな。やっぱり能力とは別に覚えなきゃいけないんだ。ドラゴンの能力はほとんどは戦闘向きではないからね。さっきも言った通り、僕のは使えるけど。へえ、どんな風に。障害物を無視して自由に移動する。それは自分自身じゃなくても可能なんだ。だから相手が近づいてきたら影を伸ばしてそのまま沈める。黒い黒いことさらっと言ってるね、お前。沈めるってことで東京湾に沈めてやるぞみたいな感覚で言うなよな、お前。ほら、エフィナやって引いてるやん。沈んだらどこ行くの。言えないじゃないか、お前。奈落の底だよって言っちゃったらダメやけんな。聞きたい。うん、いい。そうなるわな。まあすぐに戦闘というわけじゃない。相手が完全な悪党だと分かるまでは手を出すなって隊長が言っているからね。なんでだろうな。すぐに切ってしまえばいいんだ。ブレッドさん、やっぱり人間は嫌い。そうだね、そうだね。君はあいつのことを嫌いになったりはしないのか。デコピンされたり遊んでくれなかったり嘘ついたりするけど、それでもね、好きなところたくさんあるから私は死と嫌いにならないよ。いいね。それにね、いろんな街に行っていろんないい人にもたくさん会ったから。そうか、
僕もいつもいつかそう考える日が来ればいいな。うん、応援してる。なるほど。で、簡単に戻ってくるという親切システム、親切設計、ありがたいな。嘘の方にちょっと気遣いをしてもらえるっていうね。で、最後、隊長さん、体験で切るみたいなことを言うんかな、これは。あ、押せる。綺麗に押せるやん。もう関係なしやん。こんなん関係なしで押していける。すごいな。これ、後々どう動かさんかったら、うまく進めませんよシステムにはなるんかな。よくあるブロック押すやつみたいな感じで。ないか。ないっぽいわ。大丈夫かな。ゴンドンドドンドンゴンゴゴン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 。結構今回のパートスラスラ進んでます。おっとっと、おっしゃ、問題なし。なんかいちいちゴミ箱の中に食べ物入っとるってどうかな、これ。どうかなこれ。プチシュークリームとかあった。これちゃんと形になってる。これなら食べられる。パク。お嬢さん、少し背丈が伸びたか。え、そうかな。やったね。体の成長はドラゴンにとっては力が強くなるということだ。最近は前より嘘の匂いも敏感になったり、食欲も増したりしたんじゃないか。うん、そっか。いつか隊長さんぐらいに大きくなれるかな。私と同じくらいとなるときっと彼を見下げるほどになると思うぞ。そない隊長さんって身長でかいんやな。あ、じゃあ抱っことかおんぶとかもできなくなっちゃうのか。そうだな。自分の主よりは少し低い方がいいかもしれないな。隊長さんのお母さんは隊長さんより大きかった。前隊長のことか。はじめは私の方が低かったな。時が流れて私の力が強くなると、いつの間にか彼女の背丈を追い越していたよ。隊長さんは死なないって能力だったよね。ああ、彼女の願いに応えるための能力だ。私の生みの親前隊長は私にずっとそばにいてほしいと願ったと言っていた。凶悪な犯罪者等に突っ込んでいく仕事だからな。当然命を落とす仲間もいる。他の仲間も尊敬や信頼はあるが、それ以上の関係にはならず、その壁が寂しかったと言っていたな。はあ。でも前隊長さんもういないんだよね。ああ、願い主がこの世からいなくなってしまっても能力が失われないみたいだな。眠る前にこのケーキを任せると言われたからな。もしかしたらこの言葉が新たな主の願いとして私の能力を持続させてるのかもしれない。ドラゴンの能力は人の願いから生まれる。プレットさんとかもそうなのかな。ふむ、あの男に詳しく話を聞いたわけではないから、これは私の推測にはなるかな。ブレッドがいたところは人身売買などを主に行う犯罪組織だった。だから願い主はきっとバレないように人されが行える力を欲したんじゃないだろうか。おい。バレないように人さらいが行われて犯罪利用にしようとしたんやな。そういうお願いからもドラゴンって生まれちゃうんだ。ああ、きっと内容なんてあまり関係ないのだろう。ドラゴンはきっと強い願いに反応を示しこちらに生まれてくるのだろうな。シントはどんなことを願って私を呼んだんだろう。わからん。自分の特技をなんだろうな、よくわからんけど。うん、嘘の動きが。これで4階に行ける。早く白に追いつかなきゃ。わー、包囲網敷かれてる。完全に包囲されているの状態や。刑事ドラマによくあるやつじゃ。あ、これは鍵を解いた。ドローが一緒に崩れ落ち現れたみたいですね。なるほど。せめてお嬢さんだけでも向こうへ行かせることができれば。前のドローは剥がれ落ちていますから、バレはないですよ。それなら僕の能力で向こう側へ送ってやれます。でも隊長さんたちは。私たちなら心配にも及ばない。彼を救えるのは君だけだろ。うん、わかった。ブレッドさん、お願い。ああ、そのままじっとしていてくれ。ウェーイ、クイーン、ビーガイガガガン。行かなきゃ。
よし、あ一匹だけ、あ、二匹目がつい、邪魔だよ。戦闘に入った、一人で戦えるのか。多分戦える。エビなんてか舐めんなよ。ワンパンやぞ、ワンパン。はい、ワンパン。これダメージでか。相変わらずダメージでかいな。ワンパン。858とか、桁がおかしいもん。これワンパンマンやな、エフィーナワンパンマンになってきたよ。待ってて、今行くから。あ、セーブするの忘れた。イベントあるんかな、まだ。でもニール様どうするんです？攻撃しても再生するんですよ。切っても切ってもキリがありません。ならば再生する間も暇もないくらいに切り刻めばいいんだ。アイリスは戦闘員ではないから、あんまり無理をするんじゃないぞ。私だって全然やります、ブンブン。フェム、うわー、かっけー、かっけー。今回のサムネこれに決定。いい、すごいかっこいい映画見れた。やったぜみんな。まあ足止めぐらいにはなるだろうさ。かっこいい。その顔で言ったらかっ、すごいところ来てる。ぐーくそ。あ、指導視点になった。 HP めっちゃ減ってる。よっしゃ。というわけで F インナ指導を追いかけるの巻が次のパートから始まりそうです。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。うおー、ケーキ店さん2周みたいになってかっけー。ちょうど赤、青、黄色みたいになっとるもんね。青が隊長やけど。ただ隊長さん一つだけ言わせて、明日目くらいはできるだろうさって言おうけどさ、一匹残らず駆逐してやるぞって顔してるけんな。えげつないよ。